こんにちは、伊藤信弘です。今日はですね、こちらのもうね、今じゃあ世間を賑わせているガリガリ君リッチシチュー味を食べたいと思います。まあね、そうね、今日は僕はちょっと風邪をひいたみたいでね、かなり頭痛がするんですよ。この頭痛の中、こいつを食べればね、復活するんじゃないかと思ってね、一回ちょっと、まあ食べてみたいと思います。僕はかつてその出てたコーンポタージュっていうのを食べたことないんで、なんか不人気だとかね、これすごいやばい味がするみたいな噂が流れてるんですけど、どんなもんかね、まあ案外僕こういうの意外に得意なんで、まあ、絶対普通に、あれじゃなくてね、食べると思うんですよ。しかも今超頭痛くて、で超甘いもの欲してるんで絶対うまいんですよ。いただきます。うわっ、えマジか、いやこれはすごいこれはすごいっすね。嘘でしょ嘘でしょ僕その今まで僕好き嫌いってあんまないんですよ。基本何でも食べる人なんですけど、なんだこれは、なんだこれは、嘘だろ。そうだ、なんだこれ、よくこれで商品化したな、これひどいな、これ、うわすごい味、これはないわ、これはひどい、一瞬腐ってるんじゃないかって思ったぐらい、これはひどい、うわひどい。ちょっと前に劇団スカッシュの事務所でですね、なんか超まずいアメかなんかっていうのを食べたんですけど、あれはまだ食えたんですよ。これはそれ以上ですね、それ以上にまずい、これはひどいよ。特にね、何がどうなってるってわけじゃないんですけどね、とにかくまずい。うん、わぁ、たまにね、その入ってくるじゃがいももまた気持ち悪い感じでね。いやでもどうだろう、こんだけ食べてると、うん、最初ほんとびっくりしたんですけど、だんだん慣れてきたかな。うん、だんだん慣れてきた。最初ほんとなんだこれっていうぐらい嘘だろって思うような味だったんですけど、なんかね、どんどん食べてると、なんかクレアおばちゃんのねシチューっぽい味がしてきましたね。うん、うん、一口目はダメっすね。一口目は絶対やばい。通常考えられるアイスってこういう味じゃん。いろんなアイスが出てるけど大体甘いじゃん。しかも色見たらさ、バニラの味がするような気がするんだけど、そういうのを想像した上で食べちゃうとうわってなるけど、やばいの来るよっていうの分かってたら、なんかどんどんこの味がね癖になるというかね。うん、好きな人はすごい好きになるかもしれないっていう博打のアイスですね、これは。んー、でももういらないかな、もう二度と買わないと思うんですけど、うん、二度と買わないけど、だんだん食えるようになってきましたね。心なしかなんかね、なんか頭痛も和らいできた感じですね。うん、ここまで食べるとね、なんか逆に、うん、食べれる、美味しくなってきた。うん、美味しくはない、美味しくはないけど食べられる。あ、でももう二度といらないな、これは。うん、スカッシュのゆうやさんが食べてるのとか、瀬戸さんが食べてるのとか見て、で嘘じゃなかった、これは確かにひどい味だ。うん、横浜か、その怖いもの見たさというか、いや言うてもそんなまずくないだろって思ってる人は買ってみて食べてみるといいと思いますよ。美味しいと思って買うんじゃなく、まずいよ、まずいよこれっていう感じで食べると美味しいと思います。いや、なんだろう、
食べる前はね、もうちょっと本当頭痛がして、ちょっと疲れとかもあって、もうヘトヘトだったんだけど、あんまりにもびっくりして元気出ました。逆に元気出ました。だからね、もうへこんでる時とか食うといいかもしれないですっていう紹介でした。またねー。